tj 協会とは、地質年代区分の用語で、約2億130万年前の三条期とジュラ紀の境目に相当する。古生物学上では、県生代4度目の大量絶滅が発生し、陸と海の生物に深く影響を及ぼしたことが知られる。海では、このドントが絶滅し、陸上では、ワニカタチウアメとアベメタタアサリアを除くすべての主流類、生き残りの獣弓類、 数多くの大型両生類が絶滅した。この時代における海洋生命の消失の統計的解析によると、多様性の消失は絶滅の増加よりも種文化の減少によるところが大きいことが示唆されている。中世代三条期と中世代ジュラ期の境目であることから TJ 協会と呼ばれている。スラッシュで接続し TJ 協会とすることもある。また、 trj 協会とも呼ばれる。三条期末の絶滅事変で地上の生態的地位は空白となり、ジュラキには恐竜が支配的な地位を占めるに至った。この絶滅事変はパンゲア大陸が分裂を開始する直前に1万年以内という短期間で起こった。ドイツの中便元の地域では三条期ジュラキのボーンベッドを確認でき、これは tj 協会に 特徴的である。絶滅事変により、植物も影響を受けた。多様なモノサケイトとビセケイトの花粉群衆の約60%が TJ 影響会で姿を消しており、植物の族にも大規模な絶滅があったことが示唆されている。前期ジュラ紀の花粉群衆は主にコラリーナ族が占め、これは、絶滅により空白となった生態的地位というアドバンテージを得た新しい族であった。 このドンとは三畳期の末に絶滅した主要な無脊椎動物のグループであったアンモナイトは実質的に三畳期末の大量絶滅に影響された。三畳期で最も卓越したグループのアンモナイトであるセラタイトメはノーリアンで大きく多様性が減少した後にレーティアンの末で絶滅した。アンモナイトアモクやリトセラスアモクよびフィロセラスアモクといったアンモナイトのグループは前期。 ジュラキから多様化した。二枚貝は前期及び中期、レイティアンで絶滅率が高い。プランクトンと複足砂の多様性は TJ 協会ではほとんど影響を受けなかったものの、放散中が地域的に絶滅した可能性がある。湾足動物は三上期に緩やかに多様性が減少した後、前期ジュラキで多様性を取り戻した。 司法動物のコヌラリーダは三畳期の末に完全に絶滅したらしい。将軍衆が崩壊した証拠もあり、三畳期の末に、テチス海からサンゴが実質的に消滅し、その数は後期シネムーリアンまで回復しなかった。このドンとは、古生代と三畳期を通して卓越した四旬化石であったが、多様性が減少した後に、TJ 協会で、 最終的に絶滅を迎えた。三畳期の末に魚類が大量絶滅に苦しむことはなかった。蒸気綱は中期三畳期に爆発的に進化した後、後期三畳期で一般に多様性が徐々に低下した。これは海水準の低下あるいはカーニアン出順化イベントに起因する可能性もあるが、後期三畳期よりも中期三畳期の魚類の方が研究が進んでいるという。 サンプリングバイアスかもしれないと考えられている。多様性は見た目には低下したが、原生甲骨魚類の大部分を含む新ヒレ類は、原始的な上絆よりも影響が小さく、原生の魚が、先のグループにとって変わり始めたことが示唆されている。魚類と同様に、海生爬虫類も、中期三蒸期から、ジュラ期にかけて多様性が、実質的に低下したが、TJ 協会で、 海星爬虫類の絶滅率は上昇しなかった。中世代の海星爬虫類の絶滅率が最も高かったのはラディニアンの時代であり、これは中期三条期の末に相当する。TJ 協会あるいはその直前に絶滅した海星爬虫類の都はプラコケリスカとシャスタサウルスカやショニサウルスカといった巨大な魚流だけであった。ただし、 三畳期の末には魚流二属レベルのボトルネック効果が生じ、三畳期の間に誇っていたほどの解剖学的多様性と相違点は二度と戻らなかったと主張する研究者もいる。マストドンサウルスなどカピトサウルス類は TJ 協会の巨大な両生類のグループの一つである。大型両生類の多くはより早期に絶滅した可能性がある。 後期三条期の絶滅の最初期の証拠は、両生類、爬虫類、タンユミ類といった、陸上四足動物の大規模な変遷であった。エドウィン・エイチ・コルバートは三条期ジュラ紀教会と、シロン・アキコ第三期教会の絶滅と適応の、システムの類似点を描いた。彼は恐竜、ウロコ竜類、クロカディラ・フォーミスが、ジュラ紀の始まりまでに絶滅した、両生類、 爬虫類の古いグループの生態的地位をどのように埋めたかを認識した。オールソンでは北アメリカのニューアーク草群における動物症の変化の研究に基づいて、すべての陸上四足動物のうち42%が三上期末に絶滅したと推定された三上期の四足動物の変遷が三上期末に突然起こったか、あるいはより徐々に進行したのかについては、より新しい研究で、 議論されている。三畳期の間、両生類は、分子イに属するワニに似た大型の生物に、主に代表されていた。最初期の平活両生アズナは三畳期に姿を、表し、彼らは、TJ 協会を過ぎた分子イの多様性が現じる、一方で、ジュラキで一般的な両生類になった。分けしイメの衰退は、炭水生態系に余波をもたらしたものの、 おそらく複数の研究者が提唱するほど急激なものではなかった。例えば湾ク動物は1990年代の発見によると白、秋まで生き延びた。三畳期末以前の繁栄とは打って変わって複数の分子イメのグループは三畳期末に絶滅したが彼らの絶滅がどれほど三畳期の終わりに近い時期であったかは定かではない。 基地の最後のメトポサウルス科であるコスキノノドンは、レオドンタ類層から産出しており、この層は前期、レーティアンあるいは後期、ノーリアンに相当する可能性がある。基地の最後のプラギオサウルス科であるゲロトラックスは、おそらく、レーティアンに相当する岩石から発見されており、カピトサウルス類の上ワンコツも2018年に、レーティアンの堆積層から発見された。これゆえ、 プラギオサウルスかとカピトサウルス類は三畳期の極末に絶滅した可能性が高く、他の分子埋の大半はすでに絶滅していたと考えられている。三畳期末での爬虫類の絶滅はあまり知られていないが、レドンナサウルスといったフィトサウルス類は繁栄していた状態からレイティアンの終わりまでに絶滅を迎えた。陸上爬虫類の動物賞は三畳期の間には、 主流様類が支配的で特にフィトサウルス類とニセワニ類のメンバーが反映していた。前期ジュラ紀以降では恐竜と翼竜が最も一般的な陸上爬虫類となり小型爬虫類は主に鱗竜系類に代表された。ニセワニ類で三条期末までに絶滅しなかったものは小型のワニカタチウアメのみで支配的な植物食のグループや肉食の一グループは絶滅した。 食竜類,類、ドレバノサウルス科、トリロフォサウルス科、タニストロフェウス科、プロコロフォン科は、後期三畳期にありふれた、爬虫類であったが、彼らもジュラキの始まりまでに絶滅を迎えた。しかし、三畳期最後の木であるレーティアンとジュラキ最初の、木であるヘッタンギアンは、大型陸上動物の化石がほとんどなく、これらの陸上爬虫類のグループそれぞれの絶滅の、 正確な時期を確定させることは難しい。後期三条期に絶滅したことが知られている、様々なグループのうち、TJ 協会の近くに相当すると考えられている。化石が算出したものは、フィトサウルス類、プロコロフォン化、そしておそらく基盤的なパラクロコダイリモーファのみである。他のグループはさらに早期に絶滅した可能性がある。結果的には、TJ 協会を境に、 主要な陸上生態系のニッチの大部分を恐竜が占めることになった。三上期末の大量絶滅には複数の説明が提唱されているが、どれも未解決の問題が残されている。三上期の間の緩やかな気候変動、海水準の上下、内し海洋酸性化の変化が気候システムにおける転換点に達した可能性がある。しかし、 三畳期の動植物のグループに対するそのような過程の影響は解明が進んでいるとは言えない。三畳期末の絶滅は当初緩やかに変化する環境に起因するとされた。エドウィン・ H ・コルバートは三畳期ジュラ期における生物学的な変遷を確認する研究を1958年に発表し、地質学的プロセスにより、 陸上のバイオームの多様性が低下した結果絶滅が起こったとした。そびえ立つ高地から乾燥した砂漠、熱帯の湿地まで三畳期は世界の環境が多様であった時代であると彼は考えた。一方で、ジュラ紀は旋回が広がったため気候も標高もはるかに均一に近かった。後の研究では三畳期の終わり頃に向けて、 乾燥化するという明確な傾向が示された。グリーンランドやオーストラリアといった高緯度地域は実際には湿潤化したものの世界の大半では劇的な気候変動が起きたことが地質学的証拠により示唆されている。この証拠には炭酸塩と蒸発岩の堆積物の増加、石炭堆積物の減少がある。加えて気候は季節性に富むようになり、 激しいモンスーンで区切られる長い寒気が生じた可能性もある。ヨーロッパの地層からは後期三畳期に海水準が低下して全ュラ期に上昇したことが示唆されている。海水準の低下は海洋における絶滅の原因と考えられることがあるものの地質史における海面の低下の多くは絶滅の増加と相関しないため証拠は決定的でない。しかし、 酸素の減少や強い酸性化など海洋生命が海水準低下に関連する二次的過程に影響された証拠は複数ある。これらの過程は世界規模ではなかったとみられるがヨーロッパの海洋動物省における地域的な絶滅を説明できる可能性はある。後期三畳期の隕石衝突で形成された巨大なクレーターであるケベック州のマニクアガンコ。 放射年代測定により TJ 協会よりも約1300万年古いことが確かめられており、大量絶滅の原因である可能性は低い。メキシコのチクシュルーブクレーターを証拠に、白亜期末の大量絶滅は地球外天体の衝突が主要因とされるが、これと同様に小惑星あるいは水星の衝突が三畳木末の大量絶滅を引き起こしたという仮説もある。 しかし、今のところ TJ 協会と正確に一致する、年代の十分な大きさの衝突クレーターは発見されていない。にもかかわらず、後期三条期には、複数の衝突が起きており、確認された中では、中世代で2番目に大規模な天体衝突もあった。ケベック州のマニクアガンコは、地球上に存在する目に見える衝突クレーターでは、最も大型のものの一つであり、 直径は 100km に達する。オルセンへ通ルで、科学者らはこのマニクアガンクレーターを三畳期末の大量絶滅と初めて結びつけ、当時はクレーターの形成年代は大まかに後期三畳期と考えられた。より正確な放射年代測定がホディッチダニングで行われ、マニクアガンクレーターは TJ 協会の約1300万年前にあたる、 約2億1400万年前に形成されたことが示された。このため、マニクアガンクレーターが正確に T j 協会界に相当する絶滅の要因である可能性は低い。とはいえ、マニクアガンの衝突は地球に広く影響を及ぼしており、2億1400万年前の衝撃石英の噴出物ブランケットが遠く離れたイングランドや日本の岐阜県でも発見されている。 後期三条期のカーニアン・ノーリアン協会は明確な時代と実際に絶滅が起こったか否かが議論されているため絶滅と衝突を対応させることは難しいがマニクアガンの衝突が同協会の小規模絶滅の要因となった可能性はある。オノオエ・トとルるでは代わりにマニクアガンの衝突が放散中、海面動物、このどんと三条期アンモナイトに影響が及んだ。 中期のウリアンの海洋絶滅の要因であると提唱された。さらに、マニクアガンの衝突は、TJ 協会で最大規模の絶滅を迎えた、このドントと三上キアンモナイトがそれ以前に徐々に衰退していたことの一端を担った可能性もある。時期年代と同位体年代の食い違いで、不確かではあるものの、アダマニアンとレブエルティアンの陸上脊椎動物肖像の間の境界には、 子息動物はじめ動物と植物の絶滅と変遷があり、これもおそらくマニクアガンの衝突に起因する。他の三畳紀のクレーターは TJ 協会に近いがマニクアガン湖よりもはるかに小型である。フランスの侵食されたロシュショールクレーターは2億100万年前と最も新しい年代のものであるが、直径は 25km、侵食前でも最大 50km で、 生態系へ影響を与えるには小さすぎる。三条機のクレーターであることが確認があるいは推定されている他の衝突クレーターにはロシア東部の幅8 0トルのプチェジカトゥンキクレーター、カナダのマニトバ州に位置する幅4 0トルのセイントマーティンクレーター、ウクライナの幅 15km のオボロンクレーター、アメリカ合衆国のオスダコタ州の幅 9km の レッドウィングクレーターがある。スプレーへ通るでは、マニクアガン、ロシュショール、セイント、マーティンクレーターが同じ色に分布して見え、オボロンとレッドウィングクレーターが、ロシュショールおよびセイントマーティンクレーターと平行なコーナスという興味深い現象が指摘されている。スプレーらは三上機の複数の衝突イベントは巨大な、小惑星あるいは彗星が砕けて同時に複数箇所へ、 衝突したものであるとの仮説を立てた。このような衝突は現在でも確認されており、1994年には、シューメーカーレビ第9彗星が断片化して木星に衝突している。しかし三条期に同様のことが起きたという仮説はあまり指示されていない。ケントでは、マニクアガン及びロシュショールクレーターは、磁気極性の異なる磁気に形成されたとされており、 それぞれのクレーターの放射年代測定では、それぞれの衝突は数百万年離れた時期に起きたことが示されている。TJ 協会における中央大西洋マグマ分布域の最大範囲大規模な火山噴火、特に中央大西洋マグマ分布域の洪水源部岩は、莫大な二酸化炭素や二酸化お及びエアロゾルを放出して激しい地球温暖化内視寒冷化を引き起こした。 キャンプの脱ガスの記録から、マグマの大量噴出の直後に二酸化炭素が、複数回顕著に放出されたことが示されており、そのうち少なくとも二回は、大気中の二酸化炭素の総量の倍が放出された。後期三畳期及び、前期ジュラ紀の化石土壌の同位体組成は大規模な負の、炭素同位体変異と結びついている。リグニンとクチクラガイワックスに由来する脂質の、炭素同位体、 およびキャンプに挟まれた北アメリカ東部の固定堆積物の二つのセクションに由来する、そういう気炭素は、主にイングランドのサマセットのセントオードオリーズ、ワンセクションで見られるものと似た、炭素同位体変異を示している。これらが対応することから、三条期末の絶滅事変は、北アメリカ東部の最古の玄武岩噴出よりも、わずかに早く、また、モロッコの最古の噴火と、同時期に、 海中環境と陸上環境で同時に始まったことが示唆されている。いずれの火星活動も致命的な二酸化炭素の温室効果と海洋の生物石灰化危機器をもたらした。同時期のキャンプの噴火、大量絶滅、炭素同位体変異が同じ場所で見られ、大量絶滅が火山に起因する可能性が示唆されている。メタンハイドレートの破滅的な誘拐により、 音質効果に白車がかかった可能性もある。TJ 協会を記録する岩石のセクションであるニューワーク層群に火山培層がないことと移り変わるゾーンの10メートル上に玄武岩層があることから火山噴火説を否定する研究者もいる。しかしアップデートされた年代測定プロトコルとより広範囲のサンプリングにより 全てではないが、大半の火山活動が境界よりも以前に起きていたことが一般に確かめられている。岐阜県犬山地域から採集したサンプルを使用し、白金属元素の分析を行ったの藤崎他は、ケイピコグラム境界と比較し、イリジウムが少なく隕石衝突を原因とするための決定的証拠と張らない。また、白金属元素の起源は大規模火星活動に伴う、 玄武岩と上部大陸地殻物質が混合したものと報告した。愛知県犬山地域には三条系ジュラ系チャートが分布する。このチャートから得られたオスミウム同位対比は0ティアン末に0.2という最低値を記録した後、TJ 協会で0.4まで増大して、ヘッタンギアンでは0.4から0.5で安定する。これは TJ 協会とほぼ同時期に 大陸風化速度が劇的に上昇したことを意味している。また、同様のオスミウム同位体比変動は、同じく TJ 協会が分布する愛媛県、秩父類体の相乗チャートでも確認できる。これ以外に、TJ 協会は、栃木県足を体崩う地域が知られるほか、TJ 協会を含む可能性のある地層が、秩父類体で報告されている。 熊本県に月村北部の黒瀬川体からはそれまで上部三条系と考えられていた砕雪岩からジュラ系の放散中化石が得られ不整合を示す TJ 協会が存在することが判明した。ありがとうございます。